元 K1 戦士ロイド・バンダムさんが死去49歳死去は心不全 K1 参戦経験があるオランダ人キックボクサーロイド・バンダムさんが死去した49歳だった格闘技団体「道場着陸ジャパン」が30日発表したもので死因は心不全だったというバンダムさんは [99 年 k 1グランプリ開幕戦でピーター・アーツと対戦するなどアーネスト・ホーストアレクセイ・イグナシェフフランシスコ・フィリオラソうそうたる k 1ファイターと対戦 ][01 年には東京国立競技場で開催された格闘技イベント『ダイナマイトでゲリー・グッドリッジと総合ルールで対戦していた 東着陸ジャパン艦長のノブ・林がオランダ修行中に最も交流が深かった選手だったというバンダムさんはスリラム出身強烈なローキックを得意として地獄のローキッカーと呼ばれ2001年7月に k a ワールドグランプリ名古屋大会で準優勝するなど活躍02年8月には国立競技場で開催されたダイナマイトで ゲリー・グッド・リッジに1回戦 TKO で敗れていたと着陸ジャパンのノブ・林艦長がオランダ修行時代に最も親しかった選手だったということですねえー、ロイド・バンダムさんですけども本当ね久々に名前を聞いたというか見た見たんですがまあね不法のニュースとはねうんまだねえー 49歳という、ね、お若いとに、ねえー、残念ですよね、うんまあ、この頃ろの、ね、K−1 というのは、ね、本当に面白かったですよね、アンディ・フグだとかマイク・ベルナルドとか、ねまあ、ロイド・バンダムさん、まあ、k 1をおもしく見ていた時代の名選手が、ね、早くなくなっていってしまうという、ねうん、謎な感じですけどもね今、健在の選手の方は、ね、長く、ね、元気であってほしいですけども K1 とかその体を鍛えている人に限って常人よりタフなように見えるんですけどもなぜかなくなる人がね多いというねまあそれだけ無理をしているのかどうかというところなんですけども運動しないでねブクブク太ってしまうのは良くないんでしょうけど運動の質疑も問題ということなんですかね。特ににスポーツ選手のの心不全等の原因による 休止っていうのがね最近ね多いような気がするんですよねうんまあただの気のせいなのか実際に数字的に多いのかねちょっとわからないですけどもどちらにせよね、えー、ロイド・バンダムさんのね早すぎる死っていうのは本当に残念ですよねうんね格闘家の方っていうのはねなかなかあの早く亡くなってしまって本当残念なんですけども、えー、バンダムさんの、ね ごメイクをお祈りしますということで、えー、本日のニュースためになったという方はチャンネル登録、高評価をお願い,いたします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さようなら。